今日はねこちらのヤマダ電機がもう閉まってしまうということで、ついでに横にあるポパイさんも閉店になってしまうとのことなんで、ポパイさんの動画が見たいという方がねかなり多くいらっしゃって、今日はポパイさんにやってまいりました。こうやって告知しても閉まってしまうんですけども、最後に思い出撮影という感じですね。おにぎりとポテトの M サイズ、はいお願いします。はいお願いします。ペイです。スパムおにぎりがうまいっていう情報をすごく昔に誰かから聞いたことがあったので、おにぎりとポテトを頼みました。大磯の方でオープニング新しく移転オープンすることなんで、完全なくなるというわけではないですね。お客さんがまだいっぱいいらっしゃいます。10月20日の閉店となりますので、まあ食べ足りないかろうって方はね、ぜひ来てみてください。ポパイさんの公式 Facebook によりますと、今年の、ね、11月中には大磯郵便局隣の旧マッサマンタイキッチンへ移転する予定とのことです。移転先であってもメニューは基本的に上平塚でやっていたメニューと同じものを提供する予定で、今はね大磯店のキッチンホールのオープニングスタッフを募集しておりまして、平塚店の方に行ってもそのね募集の張り紙というのは結構貼られていました。まだねポパイ行き足りない方は平塚にあるうちにね近い方などはぜひ行ってみてはいかがでしょうか。僕もでも閉店してなくなってしまうかなと思ったんで、大磯にお隣でできるとのことなんで、それは嬉しい情報かなと思いました。大磯にねなっても皆さんもぜひ足を運んでみてください。